こんにちは。大谷選手の大谷投手の記録がなくなっちゃいます。あのさ、はい、お前のその服って、はい、なんかローマ時代のテルマエロマエみたいな感じやな。あー、この斜めになってるって。そうだよ、なんか今頃気がついた。今ですか？もう暗くなって今です。そうだね。はい、そうですね、はい、あ、で、海の向こうの大谷投手、はいはい、記録がなくなっちゃったっていうびっくりするようなことが起きちゃいました、はいはいはい、大谷選手、規定投球回を割ってしまったので、これによって例えばリーグ5位だった防御率 3.14 やメジャートップの被打率1割8分4厘などなど、規定投球回をクリアした投手だけが記される投手記録から大谷選手の名前がなくなってしまいました。まあそうだろうな。まあそれはしょうがないよな。その規定の中でやってるから、うん、そうなんです。で、まあ、大谷だけ二刀流だから特別にしてくれみたいなことはできないだろうし、できないですし、だからまあ投球イニング、規定投球回数、はい、行ってなかったらやっぱ消されるよね。そうですよね。それはそうだよ、まあ、だからもう今シーズンは投げないとなってしまったので、うん、結局規定投球回数をそれで割ることになってしまった。何イニング投げてるの？132イニングですね。132、はい、惜しかったな。でも、まだあるな、規定投球回数って言ったら。まあそうですね。ただこの大谷選手のこの132投球回というのはエンゼルスのチームで実はトップで、うん、チームで規定投球回に到達した選手はゼロっていう、まあ、エンゼルスのこの投手力の弱さがちょっと浮き彫りになっちゃったのかなっていう感じですし、浮き彫りになったのはエンゼルスがここに来て解体し始めてると。まあもうワイルドカードもなくなったからね。なくなって、なんともう5人もここに来て選手を放出、うん、あれっと、トレードの時に買い手市場に回ったはずがもう一瞬でなくなったじゃん。もう早かったですね。やっぱもうそういうことを意識し始めてから負け出したしね。まあそうなんですよね、うん、プラスその GM が、まあ、大谷投手が酷使しすぎてそれをやっぱチームが止めなかったので怪我につながったんじゃないかなってなど批判を受けたことに対して、GM出てきて、いや実はと、指が痙攣したとかそういう一連のことがあった時に大谷翔平選手と代理人に検査を受けてくださいと言ったけれども、彼らがそれを拒否したと。俺は知らねえやみたいな。俺らの責任じゃねえやみたいな。言ったつもりがそれが火に油を注いでしまって、そんな機密事項を言うっていうことに今発展しちゃいました。まあ機密事項かどうかっていうのはそんなに重要なことではないよね。ああ、そこまでですか。いや、そこまでやってしまったものはしょうがないし、うん、その時に指が痺れてる、指が痙攣してる時に検査を受けた方がいいんじゃないかって、うん、これ義務にすればよかったのにな。あ、そうですよね。相談してるわけでしょ、はい、受けたらどうですかみたいな、うん、私は責任を負いませんけどどうですかみたいな、うん、そういう弱腰だと選手は守れないよね。そうです。いや、痙攣してるんだから、うん、とにかく検査を受けてくれと、うん、じゃないと登板させないって、はい、君は宝なんだって言ったら受けに行くよ。まあ、そうですね。そんな時間もかからないだろうしさ、うん、いや、これはもうただの痙攣ですよみたいな、うん、言うかもわからないし、うん、だからまあ大谷の場合は本当に難しいのは、はい、やっぱ自分で判断するしかなくなってきてるよね、うん、まあ、それだけやっぱり偉大なんだよ。で、責任かぶりたくない。周りがっていうことですよね。もうそりゃそうだよ。責任かぶりたくない。いや、俺は言ってないみたいな、俺は投げろなんて強制してないみたいな。そうなっちゃってる。いや、逆に検査しろみたいな言ってるみたいな。言い始めまっちゃう。で、医者も逃げ出すかもわからない。投げてもいいけど投げなくてもいいみたいな。どっちなんですか先生って。わからないみたいな。まあそう、責任を負いたくないっていうところ、うん、でも投げても多分みたいな言っちゃったの最後。あれみたいな、なんか腕がみたいなって言ったら、投げてもいいって言いましたよねみたいな。って言われて、いや言ってないみたいな。いや、そりゃなるよ、そりゃ。まあそうですね、もう自分で判断するしかないし、あ、まあ、権威ある医者にしかやっぱ判断は下せないだろうね、はい、まあ、そうですよね、うん、まあ、でもこうなってくるとやっぱりエンゼルスに残るんじゃないかっていうふうに言われててもちょっと亀裂が大谷選手と。いや、亀裂なんかないよ、そんなところで。ないですかね、GM と。なんであるんだよ。ただ俺は検査した方がいいんじゃないかって、うん、でも本人が大丈夫だって言う、うん、大丈夫なのかって本当にって、はい、多分自分の感覚では大丈夫ですと、うん、あ、じゃあもうそれは君に任せるよっていうふうに言えばいいじゃん。
逆にその大谷選手がその GM とか球団に対して不信感というか、でそんな悪意には取らないよ。取らないですか。大谷も分かっといた方がいいと思うのは、うん、君の進路は責任持てないよ、誰も。どこ行ってた。関わりたくない。あ、まあまあ、責任重大ってことですね。もちろん。だから手術するのも君の判断、うん、何でも君が判断しなきゃいけない。はい、それはとてもじゃないけど、うん、人の判断で責任なすりつけられたらたまったもんじゃない。訴訟になったら払えないよ。まあまあそうですね、高くになるし、うん、いやだからまあそんなことで逃げるんじゃないけど、はい、今回の GM は別にいいと思うよ。それはそのぐらい分かるでしょ。いやいや、そりゃ責任持てないっていうのは分かるでしょ、はい、だからそういうことが起きたっていう、はい、ね、こっちの責任回避や、ね、だからこれが機密事項かっていうと、はい、そんな大した機密事項ではな い, ないんですか、ね、大げさだよ周りが。ただファンは、まあ、GM に対してすごい批判が高まっちゃってるんですよ。向こうのファンなんですけど。でそんな中でアメリカの放送局 MLB ネットワークの番組が FA の金額なんですけれども、最低でも5億ドル約731億円になるんではないかと予想、さらに獲得の可能性がある具体的なチーム名をここに来てもう上げ始めたというところで、最初はやっぱり暖かいところ西海岸って言っていて、ドジャースがやっぱ大本命だったというふうに言われてたんですけれども、はい、これっていうのがその大谷翔平選手がエンゼルスと契約した時にファイナリストに選ばれた7チーム中5チームが西海岸だったから勝手に推測しているだけだと思ったと、その番組の方が、うん、でさらに DH 制のないナリーグだったから獲得するチャンスとかなかった。しかし今回中地区それから東海岸にも可能性があると考えているようだと、多くの球団にチャンスがあることをこの MC の方が示唆したというところで、まあ、ドジャースだけではなくジャイアンツそれからパドレスも参戦してきて、またカブスとかニューヨークの2球団も獲得を狙うだろうと。どこ？ニューヨークのカブス、うんうん、それからニューヨークの2球団、多分メッツとこれはまあヤンキースということでしょうけれども、というふうに言い始めていると。まあ、大谷はやっぱ気候がいいところに行きたいと思ってるはずだよ、うん、やっぱ故障もあるし、はい、やっぱトレーニングしにくいじゃない、寒いと、はい、まあ、室内があるけども、うん、やっぱ気候がいい方が気持ちも安定するだろうし、はい、やっぱ西海岸が俺は有力だと思うよ。というか引き続きドジャースっていうと俺は思うけどね。そうかそうか、そうなんですね。で中地区っていうのも寒いからね、シカゴとかは、うん、現実問題ちょっとないような気もするけどな俺は。じゃあ3つ。ただね、やっぱ報道っていうのはさ、はい、やっぱ興味をどこまで引っ張るかっていうのが、まあまあ、一つの手法だからメディアもそうですね。メディアはそうだよね。だからメディアはそういうふうに言うかもわからないけども、うん、だけど俺はやっぱり西海岸、はい、だサンフランシスコとか、うん、そういうのは可能性はあるよね。じゃあジャイアンツは可能性は可能性はあると思う。おお、そうなんですね、うん、ドジャース、うん、サンディエゴ、はい、サンディエゴはどうなのかね。でもパドレスも上がってましたね。上がってる、はい、そしたらダルビッシュとして。そうなんですよね。まあ高いところの方が俺はいいと思うけどね。そうなんです。でちょっとエンゼルスに残るのはだん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 確率が予想で減ってきているっていうふうには周りが予想している、ね、やっぱり一人の野球選手として価値を上げるとしたら、うん、やっぱりチームで優勝とか、はい、一本のヒット一本のホームランが価値あるものになってくるとやっぱり選手としては嬉しいし、うん、そうですね、ただ単に弱いチームでお金もらってるよりは、うん、厳しい修羅場をくぐって勝ち取った優勝っていうのは金に換えられないと思うよ。確かに。でそうです、お金に換えられないというところで大谷選手はやっぱりお金で動く選手ではもうないのはみんな分かっているだろうと。もしお金で動く選手であればもう即座に今シーズン打者ではもう出ずにその人体のセカンドオピニオンをサードオピニオンをもう聞きに行っているだろうと。それをまだしているのか分からないんですけども、でも試合に出続けているということはお金よりもいかに野球をやり続けるかっていうところに、まあそうだね、焦点を置いている選手だから、やっぱり条件で行きたいところに本人は行くだろうと。お金ではなく、だから気候だと思うよ俺はやっぱ気候も気候はでかいよ。そうか、で屋根なしのお前北海道の井戸で野球できるか、はい、春先で向こうはこうやってさなんかギクゴーゴートみたいな感じでやってんだからこうそうだろ、はい、でそこで肘手術しました、うん、で二刀流やらなきゃいけないってできる？
いやね、なかなかできないですね。現実問題できないでしょ、うん、いや僕1ヶ月後に開幕しますみたいな言えないでしょ、はい、お金もらってるのに、うん、だからまあそういう意味では俺はやっぱピンポイントに近い。ああ豊さんはピンポイントに近い、うん、じゃあもうドジャース、パドレス、パドレス、ジャイアンツ、ジャイアンツ、わかりましたぐらいかな。まあね、このやっぱり大谷選手の話題っていうのは怪我、ね、した後もやっぱり毎日連日報道されてますし、まあそうだな、うん、まあ、どうなるんだろうっていうふうにはなってますけれども、うん、さあ今年 FA どうするのか、違うユニフォームを着ているのかなあ、はい、楽しみやな。そうですね、一つ楽しみです、はい、金額はいくらなのか。そうですよ、ね、あれはいいって言っててもこっち側とするなら気になるよな。はい、はい。